まずそのチョコは友チョコなの？マジチョコなの？マジチョコのお返しなら形に残るものの方が嬉しいかな。いやごめん、僕古見さん苦手なんだよね。さっき言ったろ、全校生徒と幼馴染だって。古見さんとも昔会ったことあるんだよ。この前遊んだの覚えてる？山井蓮です、よろしくね。あの子はキレたら何するかわからない。前から聞きたかったんだけど、古見さんとどういう関係？神聖の古見様にだらしない体で話しかけてんじゃないわよ。はじめまして、翔子の母の古見修子です。永遠の17歳です。今お茶持ってくるわね、ごゆっくり。そうだ、ちょうど今やってるゲームがクライマックスだったのだ。ぜひ見ていくがいい。なじみちゃん呼ぼうか。みんなで遊んだ方が楽しいしね。プレゼント用で。はい。姉ちゃんうるさい。一学期はえれいつらかった。田舎もんってバレたら石投げられるっぺ。みんなが楽しそうにしてても、中学の修学旅行の時お風呂で肉団子って言われたことがあるんです。ありがとうございます。翔子ちゃん、ボードゲームしない？若手社長と不倫の関係になる。ああ、もうなんで信号全部赤なの？僕の名は忍びの。この片田舎でとある先生の書生を務めている。僕は彼女を遠巻きに眺めるのが好きで、いつも回り道をして帰っているのが。え、本当？加藤さんすごい！いいね、いいね。行儀悪いよ。ここで食べていこう。新井、暇なら表の掃除しとけ。そういえば翔子ちゃん、もう高校生だね。どうよ高校生活は。翔子ちゃん、あらー、また一段と面濃くなって。卑弥呼は母音なんだから自信持ってりゃいいんだぞ。忠野くんいじめられてるんでしょ？古見さんを手伝うって言っても僕に友達がいなきゃどうしようもなかった。何上から目線で手伝うとか言ってるんだ。僕は寂しいです。もう あと数日で、もう あと一週間ちょっとで、新しいクラスになって。僕の名前は片井誠、趣味はパッチワークです。そうか、一緒にお弁当食べることがゴールじゃない。つらかせや。苦手とするだけで関わりを持ちたくないとは思っていないことだ。翔子はもう高校生だね。学校は楽しいかい？不安なことや辛いことはあるかい？友達はできたのかい？私もお客様とコミュニケーション取らなくちゃ。私この4月からここに入った新人なんです。何か悪いところあったら遠慮なく言ってくださいね。あ、私の名前はヤダノマケル。しがない領民ですが、今はちょっとした目標があります。引き分けね、コミさん。なんだかおしゃべりしたそうにしてますね。ゆっくりでいいですよ。クラスの女子付き合うなら誰？どうだ学校は。だからって他人の言うこと全部聞いてたら、あんたいつか騙されるよ。だって人に優しくすると自分も気分いいでしょ。だからなんか断れないんだよね。この修学旅行でできることはただ一つ。予定決めのミーティング、緊張と萎縮で何も予定を立てられなかったものね。私たちこれを使え。固い、お前いい体してるな。実際の設定とは異なる場合がございます。完全にぼっちである。